もう3年目の虫かも。ポツポツとあるでしょ、ここら辺、ここら辺とかね。お、これすごいぞ。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがお腹なるけんくんです。いや、グッケンです。あ、ごめん、まあ、やっちゃった、うわ、やっちゃったな。いや、天を仰いでないで。いやいや、ホームラン打った時のカブレラ。いやいや、グーってなるけど。そう、お腹な、すいた時一緒に伝説作っていこう。本当はやる予定だったやつ決まってたんだけど、それをちょっと変更します。なぜならオープニングが使ってほしい場所いっぱいあるから。若干だから結構ね、作業量多めのやつの予定だったんだけど、通常ぐらいの作業量の動画にさせていただきます。まあ言わなくてよかったんだけど、そう言いたくなっちゃったから。どういう帳尻合わせなんだよ。ああ、なるほどね、うん、まあまあ気持ち的なね。そう、気持ち的な、うんうんね、そう、これもやる予定だったんで。うん、うん、はい。で、これもね、すごい楽しみにしてる人もいるという声をね、生でもコメントでも来たりしてたんで、うん、やらせていただくんですが、今日はね、幼虫も成虫もサナギも出てくるかもしれない。だからなんて言えばいいか正直わかんないけど、うん、まあ言うとしたら、はい、割り出しになります。あー、割り出し、はい、はい、出しましょうか。はい、はい、今回割り出すやつこちらです。はい、はい、もうちょっと見えてるんですけど、こちらお久しぶりのクラウセツノヒョウタンクワガタですね。はい、はい、これまあ類質のヒョウタンクワガタって、たまに、動画でやるやついる。そう、ちっちゃい、はい、オスとメスがちょっと区別つけづらいサイズ感の子で、ほんと3、4ヶ月に1回こう成虫になるから、サイクルとかもほんと4ヶ月後ぐらいにひっくり返すと、幼虫も成虫も出てきたりするっていう、うんうん、そう、楽しい種類になるんすけど、はい、これがね、2月に、産卵セット組んでて、これだからね、産卵セット組んだ日なんだけど、これ全部、はい、だ、これが、あ、もうだから3年前かな。3年前になるのかな、もう7月で、12月で、去年の8月、うん、で、今年の2月、うん、で、今日って感じになるんで、そう、3年前からもうこの虫かごで、まあ土とかが劣化しまくっちゃったら新しい土と混ぜてみたいな感じでやってるんですけど、もう3年目の虫かご、3年目の環境みたいな。3面便利だよな。あの、結婚した人が買うやつじゃなくて。いや、まあ、意外も買うだろうけどさ。このタイプね、具志堅の言ってるのは。そうそうそう、このタイプの化粧台みたいな、そうそうそう、あるけどね。まあ、ほんと放置してひっくり返すたんびにも幼虫成虫現れるんで、すごい楽しい。飼育しててまた違う楽しさがある種類。そんなん成立するんですね。そう、3年間置きっぱなしって言ったらあれでかもしれないですけど。そうそうそう、そう、それが成立するのがこの種類というか。うーん、そう、まあちょっとね、まあもちろん新しい産卵剤とかは入れるけど、はい、そう、そんな感じで普通に今も類代できてて、うん、だから買った当初は F1 だから兄弟同士で、はいはいはい、まだ掛け合わせて1回目というか、うん、みたいな感じなんだけど、もう類代も分かんないから、もうどういう類代の仕方してるか分かんないから、もうずっと類代不明みたいな感じにせざる得ないぐらいのサイクルになって、あと、まあ、出てき方もすごい楽しい時もあるから、幼虫成虫のだから、まあできるだけ動画にしようかなっていうので、今日ランバージャック行ったんですけど、はい、ちょっと声かけていただいた時に、ひょうたんクワガタの割り出しの動画っていつ上がるんですかみたいなのとか、あ、そう言ってくれたりしたんで、タイミング的にもちょうどいいから今日ちょっと撮ろうかなという。まさに、そう、まさにのちょっとホットなタイミングでね、うんうん、ちょっとやらせてもらいますんで、はい、じゃあ早速もうひっくり返していきましょうか。はい、まずひっくり返すにあたって青くならさせていただきます。うん、はい、逆決めに来られても困るから。もう野球の話で体力使い切った。はい、ちょっとごめんなさい、逆になっちゃったんですけど、はい、これで、もう完全体なんで僕の、やっていきましょうか。はい、まず上にもしかしたらいるかもしれないからね。じゃあいきます。はい、あ、こんな感じでちょっと普段見ないような、ちょっとなんだろうな、ちょっと粉状に近い結構劣化してる感じの土感ね、これがこうちょっと泥っぽいというかね。マットだけですか、中って。いや、ね、そう、産卵剤みたいなのも入れてるはず。基本的に入れた方がやっぱ産卵数は多いかな。で、やっぱ古い土も多いから産卵剤入れることによって、そこをその、まあ、新鮮な剤もあることによっていい感じの
環境になる感覚はあるかな、うんうんうん、そう。じゃあこれでもうひっくり返していきたいんだけど、見た感じ、はい、この穴わかる？夏によく見るようなセミのさ、幼虫が出てきた穴みたいなのがポツポツとあるでしょ、ここら辺、はい、ここら辺とかね、これがこのクワガタでいうと成虫の通り道、ね、みたいな通路みたいな感じだから、羽化して成虫にはなってるかな、おそらく。おー、うん、そういうのがちらほらあるんで、何匹かもう確実に羽化してるんじゃないかなと思うんで、あとはもう成虫と幼虫何匹になるかというところなんで、まあ目標一応言わせてもらいます。うん、5億です。いや多いな、錦織圭がユニクロと契約した時の値段か。そんなにもらうの？これは知ってるんかい。そうだったんかい。いや知らないです。知らないんかい、ためんなよ、必殺技かよ。それで言うとやっぱ多すぎるね。いや多いです。うん、いやだから幼虫成虫含めて40いたら嬉しいね。ああ、うん、まあでもすごい、でもやっぱそれぐらいいてもおかしくない種類だから、繁殖力化け物クワガタと呼んでるんで僕は、うん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 、じゃあちょっとやっていきましょう、はい、もうこれひっくり返していきます。さあどうでしょうか。はい、あ、見えなかったな。さあいきます、もう注目よ。はいはい、さあよし、じゃあいきます。さあどうだ。はい、あ、なるほど、産卵剤じゃなくて止まり木を真ん中に入れてる感じだね、前回の僕は。さあ、お、穴があるね、ここにも穴があるから、ここにいると思う。いきますよ。産卵剤、あれ、でもどっかには、はい、で、羽化して成虫になってたら黒くてね、結構見づらかったりするから、うーん、そう、目を凝らさないと。いや、ちょっとね先に言っていい？その、予想してた光景とは違います。なるほど。うん、あ、前の子だ、欲しいなってる子って感じなんで、うん、だから前回この産卵セットに入れた子、うん、欲しいなってる姿はあるけど、うんうんうん、いやどうだ、これ踏んでないことあるかな、もしかして。ちなみに土だけでやった時に、はい、幼虫全然取れなくて、うん、で、試しに、止まり木を間に入れたら幼虫が取れたんですよ、うん、なんでそれで今回もやってるんですけど、はいはいはい、それで一時産んでくれてたんでね、今回もどうかというところだけど、はい、多分前回5匹入れてんのかな、この中にもうオスメスが見分けつかないんで、そう、過去動画にもあったりするんで、ひょうたんクワガタとかの再生リストにそれ見てほしいんですけど、オスメスの区別がつかないから5匹もうランダムでオスかメスか分かんない子を5匹入れて産卵セット組みましたね。さあ結果どうだ、まあ、小さそうっすね、小さいっすもんね。いやそうそうそう、だからそう、だから幼虫はいないね、確実に、うんうんうん、あ、見なかった、最悪の 見間違いだ。そう、あ、前回の子たちが寿命もどれぐらいなんだろうね、だから本当にこの中でずっとこう繁殖というか類代を繰り返してくれてるって感じだったから、まあでもクワガタがここにいる間もしかしたら、うん、どっかにマーキングした場所に飛んで、飛来神の術みたいにいなくなったかもしれないです。いや、ナルトかボルト、ナルトかボルトだから、それ人生で一番テンション低いナルトかボルト言わせんなよ。あと、逃げたとか一番大問題だから。いないってことは、いや、まだわかんない、うん、まあ、小さいですからね、うん、まあ、あと1セット一応あるんで、おお。かな、まあ、いないですね。はい、はいって、はい、力強いな。
重機かよ。いや、1セットあるというのを聞いて少し、うん、心のゆとりがまだあります。なるほど。ちょっとだから全部押すのった あの穴は、うん、3ランセット組んだ時の成虫たちの通り穴だったね。とりあえず、うんうんうん、で、そうね、なんか具志堅が今言ったように全部押すだった可能性もあるかも。あー、なるほどね。類大が3年途絶えてなかったところで類大がパタリと止まったっていうのは、うん、そこもあるかもしれないね。うんうん、ちょっとだいぶ誤算です。はい、まあ、もう一個あるんですもんね。うん、繁殖力化け物クワガタって言ったし俺どうしようかな。いない方での化け物。いや、驚きの結果化け物だった。驚きの結果です、本当に。いや、ちょっと一回これ戻しましょうか。はい、まあ、もしかしたらいる可能性もあるんで一旦放置します、これで。はい、いきます、せーの。はい、はい、戻し終わりました。これは一旦ちょっと、まあ、保管しておきます。そしてもう一セットありまして、うん、それがこっち、これこれに関しては、あ、ごめん、もう一セットないわ、ごめん。ただひょうたんクワガタという面で、はい、ちょっともう一個やらせてください。はい、類質のひょうたんクワガタ。あ、なるほど。はい、沖縄のひょうたんクワガタ、はい、まあ全国いるのかな、もしかしたら。うん、そう、これもこれもまあさっきのクラウセツのひょうたんクワガタと同じような感じになるんだけど、うん、これも1月に組んだやつなんでもう6ヶ月ぐらい経ってるから、うん、まあ幼虫成虫と見られるんじゃないかなと思うんで、うん、張り切っていきましょう。確かに。ただね、これのちょっと心配なのが、ちょっと小映えがめちゃくちゃ発生してたから、うんうんうん、ちょっとね、こう上っ面がね、一気に劣化してるんだよね。で、こう見たら、ちょっとね苦手な人もいるかもしれないけど、はい、こう、結構小映えがいて、そう、だからもうちょっとこのタイミングで一回、こう、整理はしておきたかったんで、このまま行こうと思います。はい、さあ、どうでしょう。さあ、類質のひょうたんクワガタに関してももう3年ぐらいやってるかな。さあ、いきます。ああ、いました、よかった。めちゃくちゃいました。小バレの方が多いけど。よかった、いました。類質のひょうたんクワガタはいてくれました。おお、いやいや、とりあえずよかった。歓喜ですね。いや、歓喜すぎるって。窓開けっぱなしってこと。いや、その歓喜じゃないわ。いや、でも空気の入れ替えもあったけど、今どんよりした空気から。いや、これが元気な子がいました。で、あとは何匹いるかなんだけど、うんうん、はい、これね、こんなちっちゃい、あ、見た目もそんな変わんないですか。そうね、ちょっと多分クラウセツのひょうたんの方がちょっとでかいかな、印象で言うと、うんうん、あれ、そう、こういう感じのクワガタで、顎がこう横から見たらこうチョキみたいな感じで二股に分かれてる、はいはい、そう、上から見た感じはね、そんなに感じないけど、こう実はこう上に向いて二つ分かれて、カニみたいな顎、カニのハサミみたいなね、そう、こういう可愛らしい子になるんだけど、とりあえずいたね。はい、一匹びっくりしてどっか行ったけど、さあ、ちょっとやっていきましょうか。あ、これ、このコブ分かる、なんかありますね。そう、これがサナギの部屋。サナギの部屋がこうひっついてる状態だね。こっちは空いてるから多分浮かしてんじゃないかな。こっちだけ、こっちは残しておきます。さあ、いきます。お、はい、来ました。お、これすごいぞ。しかも、はい、これ浮かしてるんですけど、ここわかる、卵です。へえ、ここに浮かしたことを、だからもう早めに羽化した子の中で卵を産んでるね。ほら、これ卵。そう、ちょっと卵も回収していこう。ちょっとこのマット劣化しすぎてるんで、ちょっと小映えの湧き方的に考えてもちょっとさらに湧く気がするんで、卵もできるだけ回収します。はい、で、新しい環境でちょっと管理したいんで。いや、素晴らしい。で、羽化してましたと。そう、まだ赤いけど、これも黒くなる。でも個体によってはちょっと 赤みが出てくる子もいるっていう印象かな、今んとこ。そうで、これが、これはちょっとまだ不安なんで残しておきましょうか。
できるだけ土だけ取って、やっぱコバエも卵を産んでる可能性あるから、でこれは新しい産卵セット入れます。はい、さあ、いや、よかった、とりあえずね、お、サナギだ、サナギの時期だ、もしかしたらこういう感じであるし、ここにちょっと落ちちゃいましたね。はい、タイミング的にあと1ヶ月遅い方が良かったな。でも卵もあるから、ちょっとできるだけ崩したいっていうところもあるんだよね。これとか、これも卵ですね。ちっちゃいね。そう、でサナギの周りとかに卵ある感じするからね、ちょっとどうしようか、まあちょっとやりながら考えていきます。いやでもよかった、とりあえず氷炭ルイスの方は類代続けられそうで、クラウセツの氷炭の方はあの1セットのみだったんで、そう、もうちょっと途絶えちゃったんですけど、まあでもそんな中でこう、まあそういう、うわー、サナギやっぱこう崩れちゃってるね。だからこのサナギもちょっと一回入れていきます。はい、そこは残念だけど、まあそんな中でもやっぱこう失敗もあるからこそ喜びもさらに倍増する部分もあるから、うん、そこも乗り越えていきたいですね、また引き続き。おー、いましたね。はい、素晴らしい。はい、でもやっぱ産卵剤入れた方が良さそうだな、やっぱり。あ、これとか、あ、これとか違うか、結構大変だね。コバエがすごいもんね。確かに木の周りとかがやっぱサナギになりやすいのかな、感じ的に言うと。やっぱひっつくから、昔動画にもしてるんだけど、昆虫ゼリーの周りにサナギの部屋作ってたりもしたから。卵です、卵もあるね、やっぱ。でこれがサナギの部屋、こういう感じのやつが昆虫ゼリーにひっついてるみたいなこともあったりしたから、そこで言うとやっぱこう硬いやつがあった方がいいのかもね、より。で、まあ、産卵剤あった方が安定するかもな、産卵数も。産卵剤から幼虫、サナギ、成虫とボロボロ出てきた回があったんだけど、そっちの方が結果がいいかもしんないから、今後は基本的にも入れていくようにします。ちょっと繁殖力やっぱ化け物のイメージあったから、完全に油断してた部分もあるかもな。これはどうだ、これ違うか。おーい、あ、来ました、サナギです。タイミングがなんかあと1ヶ月だったな。あ、これはどうだ、これは違うのか。いやでも一安心も一安心だ。いや、よかったね。今確かに卵、うん、成虫、サナギ見れてますね。あ、そうね、うん、あと幼虫がタイミング的にだからサナギなのかな、みんな。あ、でも違う、意外と違うな。お、いました。おお、そう、やっぱもう分かんないよね、どこにいるか。さ、あと幼虫がいたらもう全コンプリートだけど、うんうん、あ、ここもサナギだ。あ、で卵、これは大変。いやでも良かったわ、本当に良かったすぎた。全世界の良かったを今俺も授かりたい。担える、担える。これもサナギかな。あ、お、良かった、羽化してます。はい、素晴らしい。半分でこの感じだからね、結構いたからね。おーい、はい、はい、素晴らしい。まだ半分残ってるから。で今ちょっと卵も探してます。これちょっと硬いな、硬いの溶質ありそうで怖いな、ちょっと。まあ溶質崩れたやつ、サナギの部屋が崩れたやつは人工溶質で浮かしてもらおうと思います。ちっちゃい人工溶質作って。あ、でも意外と卵はないかな。どう、具志堅、卵ある？ありました。でもこんな小さいのから、うん、まずサナギがでっかく見えてきたな。
確かにね、幼虫もっとでかいよ、ちなみに、それでなったら、フリーザーみたいな、フリーザー、あーなるほどね、究極体が一番ちっちゃいみたいなね、うんうんうん、大変だな、これ一応、まあ、小映えは湧くけど、これ自体は保管しておきます、もちろん、うんうんうん、で、新しい産卵セットを作ろうと思いますんで、うーん、あ、で、これも穴開いてるね、これ2つ、こんな感じで、こっち穴開いてるんで、羽化してると思う、はい、おお、あ、で、やっぱ、もう卵だ、やっぱ硬いとこ好んでるな、なんなら硬いとこ好んで産んでるから、半分片詰めパターンもありかもね、臭いなくても硬いとこあれば産んでくれるかも。いやすごいな、本当に光と闇みたいな感じだ。1個目と2個目、うん、1個目と2個目で、あ、卵だ、すごいな。さなぎ周りに、やっぱさなぎ周りの土って硬くなってるから、泥状かつ硬くなってるから産みやすいのかもね、卵やっぱ。その硬い環境を産卵材で補ってたって感じになってるのかな、感覚は、もしかしたら今までは。よし、じゃあこっちもまだあるから、あのこっちはさなぎないね、その泊まり木には。小映えがすごい。おー、言いました、ありがとう。スターじゃん。コンサート中の。いや、まあプライベートから俺そうやってるから。そう、ステージには出ないけどさ。いや、メンタルがスターだ、うん、もったいな。全然向いてるのに。マジで15分前はどうなるかと思ったけど。確かに、うん、あ、でもまあそんなめちゃくちゃいるわけではなかったけど、結構その一筋の光から考えたら、いや、よかったね。まあちょっと期間が長いんですかね、うん、小映えが。いや、小映えが入ってきたりとか、うん、マットの小映えの卵がとかね、もう突然バッと小映えが出てくる時あるから。でも土の劣化具合で言うと、実際こっちの方がまだマットとしては機能してるから、粒立ってるから、うん、チップ感もあるから。ただこの小映えの感じはもう一気に劣化しちゃうから、小映えで、うん、これはもう使えないかな、このマットは、うん、はい、ということで、これは終了になります。はい、はい、で、これは、ここに元々のケースに戻しときます、一旦、うんうん、はい、じゃあ行きます、せーの、はい、はい、ということで戻し終わりました、うん、これはまあ一応念のため、また3ヶ月後ぐらいに多分動画外でひっくり返して幼虫と成虫だけ取り除いて、まあ、処分しようかなと思いますんで、うん、はい、これの難しいのがね、結局全部が羽化してなくても早めに羽化してきた子が今日みたいに卵を産んでるみたいなことになるから、うんうん、マットを処分するタイミングが難しい。そう、だから結局半分ずつに分けて半分新しい土入れて、っていうので産卵セットがどんどん増えていくみたいなところはあるかな。まあ、とはいえ幼虫もいてくれまして、はい、結果幼虫じゃない、さなぎ、成虫もいてくれまして、結果的にさなぎ、成虫、卵含め23匹です。おー、はい、いや、よかった、よかったです、十分に行きますね、うん、いや、でもすごいね、この感じがね、うんうん、あんまり見る、ね、さなぎがここに置かれてるっていうこともまあ、めったにないから。そう、で、ちょっと先に産卵セット作りましょうか、せっかくなんで。はい、今回もまあ同じようにクリアスライダーと、これハワイアンビートルの J01 ですね、これ使いましょう。もうこのケースに入れてきます。まあ発酵したマットの方がいいかな、多分、うん、水分量はちょっと気持ち少なめでいきます、今回。まあ気持ち少なめって言っても J01 自体が結構湿度保ってくれてるから、変に土、水入れちゃうと一気に劣化したりとかしちゃうし、この中で結構放置するんで、放置する期間が長ければ長いほどやっぱ劣化につながったりするから、水分がちょっと多すぎると。そこも含めて気持ち少なめで、この状態で
で、今まで型詰めしてなかったけど、ちょっと卵を産んでる場所的に型詰めちょっとしてみようかな。下の方だけ成虫のすぐ隣に卵ありましたもんね。ね、そう、サナギのね、ちょっとした洋室の土壁みたいなとこにあったから、型詰めも有効的かも。だから全部型詰めとかでもいいかもね、もしかしたら。まあでもちょっと一旦そこのチャレンジはできないんで、下だけ一旦型詰めで。で、俺初めてかもな、卵をちゃんと見つけたのは。そう、そこで言うとだから新しい発見はできてよかったね。その硬い場所に土にも産んでるっていう状態があったんで。さあ、で、産卵剤も入れます。はい。で、産卵剤に関しては昔はもう僕止まり木みたいなやつを入れてるだけだったんだけど、その止まり木みたいな材がもうないんで、もう産卵剤を入れましょうか、普通の。で、もうこう、もう乾いた状態で入れてます。土の湿度とかで結局水分補ってくれるから、それで産んでくれてたんで、この状態でやりましょう。はい。で、また上からバサッと、まあ、こんなもんか。もうちょいか。マジナルとかボルトの時はどうなってるか分かんなかった、本当に。今日この後の撮影にも響くぐらい衝撃だったけど。絵に描いたように動揺してましたもんね、動画描いて。いや、そんなことない、全然踊ってたから。自分が置いてたケースの場所を忘れてた。いや、よかった、マジなんか救われたな。クワガタに救われるわ、やっぱ結局。一流がね、うん。よし、これで完成。はい。そう、産卵セット自体はすごい簡単なんで、で、産卵剤を、まあ、産卵剤に止まり木をまあ、さーっと置いて、ちょっと昆虫ゼリーも入れましょう。こんな感じで、はい。で、成虫だけ入れようと思います。あ、成虫と卵を入れていきます。で、さなぎは人工養殖だから、この中にまた戻します。ちょっと一旦食ってくれ。いや、マジサンキューだ、お前ら。おいな、おい、いいね、食ってるね。これ食ってるんですか。多分食ってる。あ、でも背中にストライプが入ってる。そうそうそう、縦筋もね、綺麗で個性的なクワガタなんだよ。そう、だから飼育もやっぱ楽しい。今日はまあめちゃくちゃいたわけじゃないけど、その成虫幼虫もうゴロゴロ出てくる時のやっぱもう破壊力は半端ないね。で、浮かしたて、浮かしてそんな立ってない子もして、ちょっと卵とかはちょっとここにポンポンポンと入れときます。はい、1個ずつ。これだからこう、今餌食ってる子たちの誰かが産んでくれてる卵になるから。早っ。そう、早いよね。だから休眠期間とかもどんぐらいあるのかも俺正直分かってないから、手ぐらいサイクルの速さっていうのはやっぱ飼育してる時のなんか生態系を観察してる感覚、そこも含めてやっぱもう楽しいね、楽しい種類。よし、これでまあ幼虫になってもらいつつ、で、このサナギの子、はいはいはい、このサナギの子はここに、で、羽化したら自ら多分出てくると思うんで、それまではこの中に置いとくって感じかな。よし、これで OK。 はい、これで完成です。はい、あとはもうたくさん産んでくれよと願いを込めまして締めましょう。はい、これでまああとはラベルを貼ってまた4ヶ月ぐらい放置して、また割り出すんで、楽しみにしててください。まあ結果的にね、ちょっと1個目の子がゼロでちょっと類大途絶えちゃった可能性が高いんで、ちょっと残念ではあるんですけど、
はい、まあ、急遽割り出した類質のひょうたんクワガタ、別のひょうたんクワガタに関しては、まあ、類題はしっかりしてくれてたんで、まあ、一安心できたのと、初めて卵を見れたっていう部分で結構、まあ、収穫の部分もあったんで、トータルで言うと良かったですね、うん、はい、うん、悪いことがあったらまたいいこともあるみたいな、うん、とこも感じれて良かったです、うん、はい、で、まあ、そこのさなぎ養殖が崩れちゃった子は人工養殖に移して、ちっちゃい人工養殖作ってそこで浮かしたらこの中に入れようと思います。はい、具志堅的にどうだった？いや、そうですね、うん、この最後のセットの方がいてくれて、うん、いや、ほんと、で、いつもの確かに割り出しと違って、うん、幼虫以外は見れたと思う。そうだね、今日なんか最初のセットに一匹もいなかったのも含めて、うん、結構イレギュラーな感じの回になりました ね、 予想外の出来事が多い回になったね、うんうん、確かに。でも3年ぐらい置いててもこう最初に成立する種類って言ってたんで、うん、そうそうそう、確かに他にあんまいないですよね、うん、あ、でもそうね、こういう、うん、まあ、小型種だったらもしかしたらこういう方法もやってる人もいるかもしれないけど、うん、そう、でも木だけ入れとくってことですもんね。そう、基本的にだから羽化してて、うん、羽化した子の5匹ぐらいをサンラーセットに入れるって感じで、うん、で、たくさん取れた子に関してはランバージャックとか委託に出させてもらったりとかしてるって感じかな、うんうんうん、そう、それでまあずっと類題できてたから、うんうん、めちゃくちゃハードル上げた形になっちゃって申し訳なかったけど、うんうんうん、このひょうたんクワガタたちにはね、はいはい、うん、まあでも一安心、いろんなドラマあってね、はいはい、うん、まあそういう中で具志堅も一喜一憂してくれて、いやー、ヒリヒリしましたね。いやー、ヒリヒリしたよ、俺も日焼けしたんかと思ったけど、いや、そういう外的な体的なことじゃなくていや、もうこういうことも言えるようになってよかったです、はい、いや、確かに本当にそれはよかった、うん、だから結果的に言うと、まあ種類は違えど状態的にすごい良さそうな産卵セット1個目と、まあ、コバエが大量発生してちょっと劣悪な、まあ、劣悪な環境みたいになってたと感じた産卵セットでいうと、まさかの レクーザ、いや、そんな、いや、伝説の最強ドラゴンじゃないからはずいわ、自分でフォローとかもせずにテイク2行ってテイク2も噛んでたのバレるの、何も触れないでねっていう顔してたでしょ。さすがに触れざるを得ないけど、2回連続で同じような間違い方したら、劣悪な環境の方がね、はい、類題してくれてたっていう、だからやっぱ分かんないもんだなというところも感じれて、うん、で、だからもう、まあ、もちろん土の劣化につながるから小林とかってやっぱいない方がいいけど、うんうん、クワガタからしたらどうなのかなっていうところもちょっとなんとなく思う回に慣れて、うん、よかったですね、はい、はい、で、まあ産卵セットに関してもこれが絶対 おすすめっていうわけではないですけど、まあこういう感じで産んでくれてたりはするんで、まあ参考程度に、見てもらえたらいいです、はい、嬉しいです、はい、で、今後もまあ割り出したりもするんで引き続き気にかけててください、はい、はい、そんな感じで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。お腹鳴るじゃないのか。いや、もうグーって鳴るけど。そう、お腹空いた時とかじゃなくて、別にお腹が鳴る音ってこと、うん、そう、お腹が鳴る音、うん、腹減ってない時にグーってなるじゃん。ありますけどね。え、それ違うよ、確かに。いや、お腹空いてんだ、あるでしょ、たまに。いやいや、お腹空いてないけど、なんか、いや、鳴る時あるよ、別に。え、それやばい、獣住んでるそれは、具志堅のお腹の中。いや、クマかなんかいるって。グーじゃなくて、うん、いるって、絶対、獣が。やばい獣、クマを超えるぐらいの、俺らの想像を超えた獣が中から出てくるってこと、たまたま、そう、たまたまいるだけで危ないな。いや、あるよ、それぐらい、多分。あ、そう、お腹空いてないって結構ある。まあ、確かに消化する時とかになったりとかあるもんね。うん、ああ、あるある。そうだ、いや、グーだと足りないな。グーだと名前がグーってこと、グー試験ってことでしょ。いや、違う、外人じゃん。いやいやいや、飲ましも入っちゃうからあ、まあね、うん、それで言うとカブレラみたいなね、うん、いや、入ってねえじゃねえかよ、ここよりによってズレータとかね俺ら世代で言うとやっぱ、うん、パナマ運河、パナガ言えねえな、あれパナマ運河あれ知らないっすね。知らない、ホームラン打った後カメラに向かって、うん、パナマ運河って言うやつ、知らない。俺、動きとかも忘れちゃったからあれだけど、知らねえ。そう、そう、あったんだよ、ソフトバンク。そうそうそう、これ大家か。
そう、なんかありますね、イメージ。そう、ダイエーでロッテか。カブレラはね、逆に西武、オリックス、ソフトバンク。へえ、そうそうそう、すごいよね。結構行ってる。結局やっぱ助っ人って意外と、あ、そこもいたんだみたいな。シコースキーとかも巨人のイメージ強いかもあ、今ね、まあそうだよな、笑っちゃうな、突然突然出てきたら懐かしいなで笑っちゃうよね。シコースキーとかいたなってなる。 あいつも確か最初ロッテじゃないかな。ロッテ、巨人のイメージが俺は強いけど、まあでもライオンズにも来てくれて、へえ、結構活躍してくれたけどね。こうやって回すやつで、肩を最初。え、そうでしたっけ。懐かしいな、ケン君。いや、違うわ。あれ、違う、スケット外国人チャンネルじゃない。あ、違う。え、いや、違うよ、スケット外国人全部のせケンじゃないの。いや、違うよ。あ、違うのか。長くなってしょうがないだろ。あ、そうか、ごめんなさい。はい、まあね、スケット外国人たちもね、笑いの方で、まあ、消化させていただきましたけど、はい、お腹鳴るだけに忘れてたかもしれないけど、皆さん、うん、そうだ、具志堅だからグーが間違えてたのか。まあね、漢字ですから。うん、いや、具材の具じゃないしな。いや、それ、え、あ、それなの。俺が教えたやつ。あ、それ何回。いやいや、それ何回ホークス。いや、何回ホークスだろ昔の坂のボールな、大英のね、前ね、うん、あ、そう、まだ福岡じゃなかった時ね、本拠地が。あ、そうなんだ。そうそう、南海鉄道だから。うん、でもどこだったんだろう、西の方じゃん多分。九州ではなかった。その時はやっぱ西鉄がね、やっぱ九州の方だったから、本拠地が。そう、そういうのもあって、福岡の方って、そう、昔からのライオンズファンと今の、まあ、ソフトバンク、ホークスファンが入り乱れて、だから本当感覚で言うと阪神巨人みたいな感じの部分があるんだよ。そう、え、ライオンズみたいな。あ、そうそうそう、っていうのがあったりするんだけど、親の影響とか。そう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 、ね、なんかいいライバル関係というかね。あるけど。いや、野球の話戻るの早すぎる。俺の名前ワンタッチすぎるだろ。チョンって触ったらすぐ戻ったじゃん。シャトルランじゃないよこれ。いや、違うよ、シャトルラントークでしょ。野球のゾーン長すぎるって。あ、そうか、すぐ帰ってこないと均等に。おいおい。あ、そうか、具志堅の具材の具か。あ、で、いや、死もあるから。で、あ、そうか、死もあるのか。こ、あれ、志ではないもんね。いや、それなんだって。いや、いいよ、ふざとらしいな。あ、志なんだ、志。え、俺、志のこと、志って言うから。いや、うん、なんか、ロム入れろよ、別に。アーニャがおでけけって言うみたいに。いや、スパイファミリー、志って言うから、俺、うん、あ、スパイファミリー。そう、コロナ治療期間でそう、スパイファミリーも見させてもらってね。そうなんだ。そう、おでけ系とかね。ああ、言うね、うん、やっぱあれ言いたくなっちゃうね。あ、うん、確かに。うん、ありがとうございます。ああ、言うな、うん、あれもいいね、うん、アーニャが可愛いね、やっぱりね。確かに。うん、でも、アーニャと来たらやっぱりこう、ライオンズとか今コラボしてて、そう、キャラクターコラボ、スパイファミリー、今日いろんな球団やってんじゃないかな、うん、で、やっぱアーニャ、まあ普通にスパイファミリー好きな選手も結構いるから、うん、金子裕二とか、ライオンズのスイッチヒッター、うん、とかもツイッターで、うん、アーニャとコラボしたから買ったとかね。そう、まあ、そう、だからもうそもそも好きだし、だから宣伝にもなるしっていうね、もうウィンウィンの感じ、はいはい、あれもいいね。うん、そう、だからいろんなこう人気のキャラクターとプロ野球ってコラボとかしてくれるから、うん、そう、前で言うと、まあ、コナンとかそういうのもあるし。そう、で、ライオンズ、西武って結構こうアニメ聖地だったりするから、埼玉のちょっと田舎の方って、うんうん、そう、だからそういう場所とコラボとかしたりするから、うん、やっぱアニメ好きだとより嬉しいね、テンション上がる、うん、なんか欲しいな。いや、いいわ。え、野球とアニメとコラボの話。え、早いって、野球に戻るの。あ、そうか、ごめん。志噛んだだけだよ、あなたは。志っていう言葉。ごめんごめん。そうか、そうか、長っ。危なかったな。もう戻れないかと思って。いや、まあ、うん、アウトだよ。野球落ちしてた、完全に俺。野球落ち。そう、闇落ちみたいな。いや、闇落ちみたいに言わないで。あ、そうか、志か。うん。で、剣が鈴木剣の剣でしょ。いや、いいよ。え、なんかヤクルトの左バッターぐらいの。でも実はライオンズなんだよ、もともと。ライオンズの3番だったから。へぇ、ライオンズからヤクルトに行って、で、実はだから埼玉出身だし、出身なのかな、高校が埼玉だから、
で、その当時だとね、高校通算も1位だったんじゃないかな。高校通算本塁打、そう、スラッガーとして入って、まあ、ライオンズでは、まあ、アベレージヒッターみたいな、中距離ヒッターみたいな感じで3番打ってくれてたけど、ああいうバッターって小学校の頃は、まあ、言ったら中距離ヒッターよりはパワーヒッターに憧れるから、カブレラみたいな飛距離とかね、タフィーローズみたいなあの独特なフォームから打つ感じとか、清原みたいに左バッターよりも飛ばす流し打ちとかね、なんかああいうのやっぱ憧れてたけど、やっぱこう年を取るにつれてあの鈴木健の良さみたいなのがやっぱわかるね、いやいいわプロ野球選手のいぶし銀の選手の良さの話あごめんごめんごめん、好きないだろこんなもん今でもいくらでもいるんだから荻野とかよ、やばいな荻野もやばい、荻野のいぶし銀の話しだしたら止まんないでしょ、いや止まんないよ、若い頃の荻野なんかもう化け物だったからね、足の速さ、あそうもう内野ゴロ、右バッターなのに内野ゴロ全部内野安打みたいなさで、盗塁も全部成功してみたら、50試合ぐらい出て25盗塁とかだったんだよ、そうだから本当に70盗塁80盗塁ペースみたいな状態で、しかも打率も3割打つしみたいな、今もすごい、そう今も結局バッティングもいいしね、そうだから足の怪我とかでこう毎シーズン途中でこう怪我で離脱してたけど、去年とかじゃない、ようやくだよね多分、そう規定打席到達したの、そうそこで言うとやっぱ荻野だから、まあ、ちょっと足はね衰えたというか、まあ、怪我の面とかもあって盗塁数とか減ってるけど、そういうのやっぱ3割近く打つバッティングと守備で大貢献してて、あれはもう衝撃だったな、はい、そんな感じで、いぶし銀チャンネル、いやいや好きないんだって話し出したら、いやいやまあはい、あ高評価ありがとうございます、いやいやだよ野球好きな人しか推してないだろ多分あそうか、あ鈴木健の健じゃないの、ないわ、あ違うのか、ごめんごめん、びっくりしたな、それ健康の健とかでしょ、分かんないけど、あそう健康の健、人弁に立てるみたいな、建築の健みたいな、それじゃないか、あそれじゃないんだいやでも肩揚げポテトの肩じゃないしな、それ具志堅の剣って肩揚げポテトの肩なの、知ってるだろだから早いしよ開始、そうちょっと巻き気味でいったできるだけ使ってほしいからちょっと巻き気味でいったごめん、あそうか具志堅か、それで具志堅だ、いやそうだよ、集まった、あー時間かかるな斎藤隆牧原桑田があの揃った感覚いやいや、あのね右のそう巨人のエース3本柱、へえ、そう強いなそれはね、10.8、この試合で優勝が決まる最終戦みたいな時にその3人がピッチャー、エース格のピッチャーみんながこう中継ぎとかで出るっていう、熱いっすね、総力戦、怪我人も出てみたいな、そう語り継がれる試合、そうそこでも登場したけど、いやすごかったからね、いや俺の名字そんな大層なもんじゃないわ、具と牛と剣は別に、えちそこら辺に落ちてるやつ、いやそんな違うわ、そこら辺に落ちてるそんなわけないから、いやもうみんな唯一無二だから、あそうか具志堅、それで具志堅、漢字3文字で、なるほどね、はい、あーあすごい完璧です、どうしようか、最近野球の話してなさすぎてここで爆発しちゃったなやっぱ定期的に出さなきゃ、やっぱ出さないとまずいね、ああなるほどね、ちょっと皆さん許してください、納得ですわ、じゃあちょっとね今年の順位予想する、いやだから気にないだろうか、ごめんごめんちょうど中間なのか分かんないけど、そう今日オールスターだったからね、危ない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 から一緒に点数作っていこう